両足を揃えて立ちましょう。右の膝を曲げて、右手で足先をつかみます。左手を天井に高く伸ばしましょう。息を吸って背筋を伸ばし、吐きながら体を弓なりに反らして足を後ろに持ち上げていきます。右足を浮かせながら、右手で右のつま先を持ちます。体を弓なりに保ちながらバランスを探していきます。ゆっくり息を吸って吐いて、もう一度吸って吐いて、ゆっくりと姿勢を起こしてからそーっと戻していきます。左足を浮かせて、左手でつま先を持ちます。足を後ろに持ち上げつつ、体を弓なりに反らしていきましょう。ゆっくり吸って吐いて、ラスト1回吸って吐いて、そうしましたらゆっくり体を起こしてリラックスしていきましょう。右足を膝を曲げて、内ももにつけるようにして前に前屈をしていきましょう。この状態で4回深呼吸をしていきます。最後に屍のポーズに入っていきます。仰向けで深呼吸をして休むポーズです。目を優しく閉じて、全身で深呼吸をしながらリラックスして寝そべっていきましょう。ゆっくり鼻で息を吸って、ゆっくりと鼻から吐く。呼吸が鼻から入ってくる鼻腔など、呼吸の通り道を意識するのも呼吸をイメージする一つのポイントになります。起き上がる準備ができましたら、目をゆっくり開けながら、以上で終わりとなります。無理なくできる範囲で少しずつ続けてみてください。ヨガを継続することで、心や体に起きる新しい変化も楽しんでいきましょう。